いいか、顔出すだけだぞ。すぐ帰るからな。分かってるって、後でお礼するから。まあ、まあまあ、ようこそいらっしゃい。どうぞ上がって。お菓子食べる？果物もあるけど、あ、お茶入れた方がいいわよね。あら？お母さん、いいから、部屋で遊ぶから。シャイな子なのね、ごめんなさい。声でバレるから喋れないだけです。こっちよ、ついてきて。ナナミ。娘に近づく男、絶対なぎ倒すまん。でかすぎては。お父さん、友達の香里ちゃん、ほら、この前話した。いやあ、君が香里ちゃんか。話には聞いているよ。ゲーム一辺倒な困った娘だが、仲良くしてやってくれ。言えない。女装でごまかして娘さんの部屋に上がり込む男ですなんて、絶対言えない。こえーとは、急に止まるなって、声出そうになった。どうした、部屋そこなんだろ。うん、そういや、成り行きとはいえ女の子の部屋に入るなんて人生初だな。どんな感じなんだろう。やっぱり花柄とかパステルカラーとか、そんな。はあ、え、 これまさか全部ペテンちゃん。ああそっか、やっぱ聞いちゃうか。そりゃそうだよね、来た人みんなにドン引きされるのよね、この部屋。香里ならもしかしてって思って呼んだんだけど。いや、うん、ごめん、いいや、別の部屋行こっか。すごいよ、ナナミ、宝の山じゃないか。旧型のフィギュアコレクションが揃ってるのなんて初めて見たよ。それにこのポスター、原画展限定のやつだよね。実物見てみたかったんだよな。うわ、しかもサイン入り、すげえ。まだまだ、ここに秘蔵のコレクションが隠してあって。ああ、72時間耐久クエの最上位報酬じゃん。すごいよ、これ取れた人本当にいたんだ。お、それからね、こっちは。その時僕はナナミの笑顔を初めて見たような気がした。こっちの箱は？それはね、そして、まあこういうのも悪くないと少しだけ思った。なんとか一日やり過ごせた。ちょっといいかしら、香里ちゃん。なんだ、まさか男だってバレ。あのね、今日は来てくれてありがとう。久しぶりに見たわ、ナナミがあんなに楽しそうにしてるの。よければこれからもいろんなところに連れ出してやって。この子普段は外に行きたがらないけど、香里ちゃんにならついていきそうだし。まあ、本当？ありがとう。